はい、工房節の長田です。くさびと書いて節と呼びます。はい、カッターナイフの方がねできましたので、まあ紹介していきます。この子ですね、この子だけちょっと表見てもらうと分かるんですけど、ちょっと失敗しました。ここだけね隙間がかなり空いてしまって、ちょっとここの中を荒らすときにねペーパーが当たってしまって大きくなってしまう。この子5000円で販売いたします。あとはこの子はちょっと木が劣るのと、この真っ黒なのね、マグロの黒書きなんですけども、はい、ここ8000円となります。はい、なんですけど、本当はね、マグロのやつね、こんな感じで縮みが出てたんですよ。で、これ削ってしまうとね、今ね、ほぼほぼ見えない。目を凝らして凝らして凝らしまくってやっとあるのかもしれない程度しか見えないです。ただね、手の油を吸ってね、長年使っていくとね、若干縮み目出てくると思いますね。ペンでもそういうやつあったので、その部類じゃないのかなと思っております。またよろしくお願いします。そして今ここから、はい、ここまでですね。はい、なかなかの目出てると思います。黒書きちゃんですね。はい、材料の紹介をしてた時、カッターナイフ用のね材料を紹介してた時に2枚紹介したんですよね。そのうちの1枚です。ひぞこちゃんじゃない方ですね。はい、こちらの方の黒書き、こんだけ、はい、1万2000円となります。よろしくお願いいたします。そしてひぞこちゃん、この2個、まあちょっと木がうんって思うのと、虫食いがねここまで来ちゃってるものはね、ちょっとお安くって言ってもお安くじゃないんですよね。もう本当に材料費がね桁外れなので、はい、1万5000円いただきたいと思います。そして12本気取りした10本がねなかなかいい、まあ若干虫食いちゃんもいるんですけども、その辺はご勘弁ください。まあもうこの辺は全部同一価格1万8000円とさせていただきます。まあ実物見てください。はい、で黒書きね、案外ね傷つきやすいっていうのか、乱暴に扱うとね傷ついちゃいます。はい、まあ手の油とかでね馴染んではいくと思うんですけど、まあペンとかでも一緒なんですけども、気をつけて、はい、使ってください。取り扱いね選ぶときにもちょっと気をつけていただきたいなと思います。そしてごめんなさい、今回は1人1本でお願いします。でですね、出てきたのが2本、ウォールナットの、まあちょっと縮む、この硬いのカッターナイフですね。こっちとこっち、そう、ものによってねちょっと形が変わっておりますが、右利き用で、はい、こういうやつがあります。はい、1万5000円ですね。はい、よろしくお願いします。でもう一個出てきたのがねこの子、うん、お客さんの特注でこれで作ってって、もう作ったんですけど、まあ2個作って1個残ってて、もうずっとしまってあったやつなので、はい、もう5000円で販売いたします。で仕込みがしてあったやつも一緒に削っちゃいました。はい、5000円ですね。カーリンブラックとパープルハートが4つという形ですね。はい、5000円となります。よろしくお願いいたします。はいはい、よいしょ、まあ、僕がローズウッドの古文木、まあ、こんな感じでなってきてますね。うん、はいですね。でまあインスタの方にねちょっと上げたんですけども、まあ作ってる工程の途中ですね、このあとちょっと形を整えたところでまあ写真を撮ったんですけど、まあコメントが入っておりました、先ほど見たら。うん、まあなのでちょっとどう作っているのかっていう説明をしていこうかなと思って。はい、まあまず手作りですかと言ったら、まあ手作りっていう部類に入るんじゃないんでしょうか。はい、で僕ね、うん、工房節はねペン屋さんじゃありません。ペンターナーではございません。はい、木軸ペンしか作らないわけじゃなくて、工房節実は木工家なんですよ。うん、いろんなもの作ります。家具も作ります、時計も作ります、器も作ります。はい、結構いろんなことしますよ。うん、
そう、木工家なんですよね。たまたまね、ペンがね、多いっていうだけなんです。うん。なので、木のものを扱う、まあそういう仕事をしている職人さんだと思っていただいて大丈夫です。で、カッターナイフはですね、まあ大体厚み、まあ8ミリぐらいから10ミリぐらいのものが理想ですね。はい。で、カッターナイフはね、どうしてもこういう厚みでね、残ってしまうとね、なかなか使いにくい。うん。まあペン3センチとかの木をね、2センチとか、18ミリとか19ミリとか取ってしまうとね、1センチぐらい余っちゃうんですよね。まあ、7、8ミリ集まってしまう。なかなかもうそれになるとね、他のものにね、なかなか使えない。もうペンにはならないんで、でそういうものを使うでね、何か作るときにカッターナイフっていうのがちょっと出てきたわけですよ。うん。で、まあ、いわゆる、できればここ25ミリぐらいの1センチっていうのが理想なんですけど、まあこれよりも小さくなってもやります。こっちの方が小さかったかな。うん、確か。こっちの方が2ミリ、3ミリぐらい短かったはずなので。はい。で、まあ25ミリあると、うん。まあこういう形にして溝までつきます。はい。で、こっからどう加工するかといったら、この状態になったらもうあとはベルトサンダーでもひたすら手で形を作っていきます。そこからあのハンドトリマーとかね、機械的なものは、刃がついたね機械はね、もうそこから僕は一切使いません。はい。でどうするかっていうと、他のやつ見てもらうと分かるんですけど、こっちの厚みとねこっちの厚みが違うんです。で溝はね同じ溝についてるんですけど、ここの溝とここの金属見えてる違うでしょ。でつまりですね、厚みが違ってるんですよね。こっからまあ裏はこういう感じで、はい、斜めにって言えば、でこっちもこういう風にして厚みを変えるわけですね。そしてできればこっちもちょっとこっちを短くして、でこっちもこういうふうに削り込むわけですよ。うん。まあこんなふうにして、はい。削ってある程度形が整ったら、ここ角立てますよね。ここ丸くしていきます。ベルトサンダーでこうやってギューッと持っててね。ベルトサンダーでだんだん、はい。こうやって形を整えて、ここも取って、こっちも取ってってこうやって削って。って形をどんどん整えていくんですよね。うん。そしてこういう形にしていくということです。はい。結構危ないです。あの指というのか爪とかと一緒に削っちゃうのでね、あんまり一気にはできないんですけども、はい。まあ、そんな感じで、でまあ粗いやつで形を整えて、だんだん細かい番手にしていって、綺麗にしていって、最後はもうひたすら磨いて。綺麗にしていくという形を取ります。はい。でね、まあここの幅っていうのはね、いろんなメーカーさんのものがねハマっちゃうんですよね。で僕はオルファーさんのやつが好きなので、オルファーさんを後ではめれるように大きさだいたい揃えております。まあ他にも田島さんとかね、100均とかで買うやつとかでもね、実はほぼ同じなので、あのバシンってはまっちゃうんですけども、はい。本当はね、皆さんにね、まあ、どれを使いたいんですかって言って、いうことで、まあ、ここは接着ですよ。うん。なので、まあ、そう、するのがいいんですけど、まあ、ちょっと、古典とかね、後から持って帰ってやると、とっても大変ですので、はい。先に、オルファーさんのやつ、僕がサービスでお付けさせていただいているという形ですね。はい。ということで、まあ、こんな風にして作ってるわけでございます。作るとこういう感じですね。はい。なのでだから1センチでも8ミリでも2ミリとか違っても、僕は本当に手で削っちゃうので、あまりその刃物、そのハンドトリマーとかね、そういうもの影響しないんですよね。もうそれなりで作っちゃうので、はい。下手したら7ミリとかね、下手したら12ミリとかね、そんな風になってもね、普通にあの手で全部削っていくので、うん。なのでこうやって持った時のね、その僕の感覚、こっちの方が太い方がいいんですよ。こっちはちょっと細めでね、うん、
こうやって握った時の感覚がね、それが僕は好きなのでこういう風にしてるわけです。はい。まあカッターナイフ作られる方も多くなりましたね。はい。まあもともとこれをやってたのはナイフビルダーさんの方で、まあいろいろお話をさせてもらって、うん、いいじゃん、そういう名目使ってるならそういうのも作るってもいいんじゃないっていうお話をいただいて、まあアイデアをいただいて、まあ作り始めて、まあいろんな方に広がってったなという感じですね。まあ形ってすごい作家さんによって特徴があると思います。まあどれが使いやすいとかもありますし、まあそこにかかる手間暇っていうのでお値段変わってきますし、もちろん材料費でも変わってきます。はい。まあ僕は僕のやり方でございますので、はい、そんな感じになっております。はいはい、ということですね。うん。まあ今回全部で30本近くになってるのかな。うん、30本以上販売できます。まあいろんなものを含めてね。まあひぞっこちゃんね、うん、まあどれか1本自分のものにしときたいなと思うんですけど、ちょっと1本減るぞって思っとってください。はい、ということで、はい、まあ何度も言いますが、取り扱い注意してくださいね、お願いいたします。はい、あとね、ごめんなさい、タンブーロさん、タンブーロさんね、はい、ね、箱が汚いやつがありました。はい、こっちは工房で眠ってた方です。結構ありました。15、6個持ってきれます。で、箱がね、もうないです。はい、なのでごめんなさい、箱汚いんですけど、今回ご勘弁ください。まあ、かなり、5000円ぐらいおまけしているやつが多いですので、はい、ちょっとその辺、箱はね、箱きれいなやつに変えてよっていうのはちょっとごめんなさい、なしでということで、はい、申し訳ございません、よろしくお願いいたします。はい、というこういう報告も含めて、はい、ではでは、また皆さんね、個展お待ちしております。よろしくお願いします。